はい、どうも。ですね。村田連邦さん、村田連邦さんの、20とか30の話についてですね、お話ししてみたいと思います。ですね。2021年ぐらいの新聞でですね、台湾の方の国籍を削除するみたいな、ことをですね、できてなかったよっていうことが新聞に載ってたんですね。新聞に載ってたっていうのをネットで見ました。すみません、僕の知識はネットの、トイレの落書きみたいなものばっかです。で、この間の参院選もなんか出て当選してたんですけど、あ、20って OK なんですか？その後削除依頼して出したから OK みたいな感じになってるのかな。だとするとですね、選挙管理委員会、中央選管もですね、統一教会とズブズブなのかなっていう印象を持ってしまいますけどね。これお花があると映えますかね、おっさんとお花でですね。多分ね、あの村田連邦さんとしては、連邦さんとしてはですね、二重の話は本当にやめてくれって、もう私がこう、あの安倍首相を批判するたんびに二重っていうのはもう本当に耐えられないぐらいきついと思うんですけど、あの基本日本を乗っ取るために、おっと、今のはネットで書いてあったお話ですね。僕の知識は全てネットの落書きみたいなのばっかなので、それを書いた人をですね、批判してください。ですね、ちょっと待てよ。まあいいや、その、まあ中央選挙管理委員会もですね、それは二重でも国会議員になっても大丈夫ですよっていうお墨付きを与えれてるんですかね。ちょっと気になりますけど、今度聞いてみようかな。だからね、村田凛さんの、またググり忘れてよ。村田凛さんをですね、養子に出したことについてですね、やっぱ二重問題がですね、こう、アキレス腱のような感じになってて、もう、触られただけでもう、飛び上がるぐらい連邦さんは痛いわけですよ。で、それがですね、おそらく解決できないから、息子を国会議員にするためには、どこか力のある人にですね、押してもらう形を取った方が良いのではないかということで、養子に出したのではないかとね、個人的には思いますね。なんか芸能人らしいですけどね、村田さんの息子さん。はい、ちょっと、話したいことが思いついたので、それを話したいと思います。以上です。